市内の桜も桜の花から新緑の季節へと変わってきました。窓を開けて外を眺めながらリフレッシュしてみるのもいいですね。マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため急遽お知らせのイベントが中止や延期となる場合や市内施設が休館となる場合がありますのでご了承ください。なお最新情報は市のホームページでご確認ください。それでは初めにフラッシュニュースのコーナーです。戦国武将などのイラストで人気の桑原博之さんのイラストレーション展の模様をお送りします。市民ギャラリーで現在開催中の戦国群像桑原博之イラストレーション展では戦国武将を年代地域別に紹介し描かれた武将が活躍した年代と土浦の歴史を合わせて解説しています。桑原さんは茨城県出身で96年からイラストレーターとして活動を本格的に開始ゲームキャラクターや出版物の作品を多数手掛けてきました。今回のですね、展示は、諏訪原博之さんのですね、戦国時代の武将につきましてを、中心といたしまして、展示室の方に、約113名分、人物を並べております。諏訪原さんの作品が、これだけたくさんですね、まとめて出てくるというふうなことが、本人もですね、ここ初めてだというふうに申しておりましたので、そういった点では非常に中身の濃い展示もなっているかなと思いますし、また結構ですね、皆さんの知っている人から、あるいは知らない人まで、いろんなこう戦国時代のですね、人が展示されておりますので、見ていただきながら、こういろいろとですね、知っていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。展示では織田信長などおなじみの武将をはじめ土浦や筑波を拠点にした織田宇治春ら地元にゆかりのある人物を集めた123点のイラストが一堂に会しています。ぜひ諏訪原さんが手掛けた戦国時代の世界を存分に味わってください。会期は5月6日までの予定です。続いて土フォトのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸とお気に入りの場所で写真を撮って送ってください。土丸オフィシャル Facebook への掲載や番組での紹介をいたします。今回の写真はこちら、大輔さんからの土フォトです。今回は土浦市内で撮影したそうです。3月11日、土浦新川の桜並木でつぼみが膨らんで立ち切れそうです。ソメイヨシノのつぼみもまん丸と膨らんで入学式まで持ってくれたらと思うひとときです。春だなぁとワクワクする気持ちと花粉防護メガネに花粉がびっしりつきうんざりする気持ちが交互にというコメントをいただきました。大輔さん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は新婚世帯に引っ越し費用を補助します。農地利用最適化推進員を募集します。介護マークをご活用ください。
国民年金保険料の学生納付特例制度をご利用くださいのお知らせです。はじめに少子化対策室からのお知らせです。若者の結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯の引っ越し費用を補助します。対象世帯は、令和2年1月1日から令和3年3月31日までに婚姻届を提出し、土浦市に住民票があるなど、ご覧の条件をすべて満たす世帯です。補助額の上限は30万円までで、補助回数は1回です。補助の対象となるのは、令和2年1月1日から令和3年3月31日までに支払った経費です。申請期限は令和3年3月31日までとなっています。詳しくは少子化対策室までお問い合わせください。次は農地利用最適化推進委員募集のお知らせです。募集人員は10人で、任期は任期委託の日から令和5年7月19日までです。活動としては、毎年市内担当地区の農地の利用状況を調査を行い、遊休農地の発生防止や解消を図るほか、担い手への農地の集積を行います。応募方法は市ホームページまたは農業委員会窓口、各支所出張所、各地区公民館にある募集要項を確認の上、推薦応募用紙に必要事項を記入し、必要書類を添えて郵送または直接お持ちください。詳しくは農業委員会までお問い合わせください。続いて介護マークについてお知らせします。認知症の方の介護は、周囲から見ると介護していることが分かりにくいため、誤解や偏見を持たれることがあります。そこで市では、介護する方が介護中であることを周囲の方に理解していただくために、介護マークを配布しています。配布場所は高齢福祉課と各地区公民館です。必要な時にぜひご活用ください。詳しくは高齢福祉課までお問い合わせください。最後は国民年金保険料の学生納付特例制度のお知らせです。対象者は大学、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学する20歳以上の学生で、本人の前年所得が118万円以下の方です。申請窓口は国保年金課、国民年金係及び土浦年金事務所となっています。申請時は年金手帳や在学期間の確認できる学生証または在学証明書などご覧のものをお持ちください。承認期間及び手続きはご覧の通りです。詳しくは国保年金課または土浦年金事務所までお問い合わせください。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし、内容によっては掲載及び放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸を探せです。どこにいるか分かりますか？
次はウォッチング土浦です。今週は土浦桜祭りの模様をお送りします。今年の土浦桜祭りは新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からステージイベントや飲食ブースを中止するなど大幅に縮小しての開催となりました。一方、桜祭りのメイン会場である騎乗公園の桜は暖冬の影響もあり例年よりもだいぶ早いタイミングで開花し3月下旬から4月上旬に満開を迎えました。午後6時過ぎにはライトアップも行われ、淡いピンクの花を鮮やかに照らしていました。新川に沿って咲く桜も、顔もに花びらを散らしながら、美しい花を見せていました。川の中心に向かって伸びる枝が交差して咲く様子は非常に綺麗で、多くの人のフォトスポットとして人気です。音沼公園でも公園を囲むように植栽された桜が満開を迎えていました。来年は多くの人がこの桜の下でお花見を楽しむことができるといいですね。新型コロナウイルスが猛威を振るっていますが、感染症対策の基本は手洗いやマスクの着用を含む咳エチケットです。皆さんも実践して感染症予防に努めてください。マイシティ土浦では暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー竹石がお送りしました。掴んだ風船よ、幼い日の鮮やかな青空へ、夕焼け染まる頃、帰り道急いで緑色の絨毯を走る。